皆さんこんにちはほぼ5分でわかる人生相談 Q&A 幸せな人生の極意の第89回です今回も皆さんの質問にお答えいたします今回の質問は発達障害は治すことができますかという質問です発達障害は大きく3つに分けることができると言います第1はこだわりが強い 人の気持ちに立って考えることが苦手、マルチタスクが苦手などの不器用さを持つという自閉スペクトラム症、ASD です。第2は、注意散漫、衝動的、多動性などの注意欠陥、多動症、ADHD です。第3は、読む、書く、計算するなどの特定の分野の学習だけが極端に困難な、 学習障害 LD です第1の ASD と第2の ADHD の両方の症状を持つ場合が多くあるので今回はその点を紹介します発達障害の人は日常生活の中で生きづらく嫌な体験を良くするようになります友達にいじめられる忘れ物が多い先生や 上司に怒られるなどの辛い体験をするので、鬱っぽくなり不安が高まります。不安になるとさらにミスをしたり、人の気持ちに立つ余裕がなくなり、症状はひどくなります。その辛い体験が生々しく記憶に残りトラウマになり、心的外傷後ストレス障害。 PTSD のような症状を生んだりすることもあります発達障害の特徴として過敏さというものがありますさらに二次障害として依存症のようになることもありますアルコール依存症ギャンブル依存症性依存症買い物依存ゲーム依存さらには接触障害や 過食応答が癖になったりする場合もありますまた物を捨てられなかったり鍵閉めの確認などの強迫性障害を合併してしまったり虐待やネグレクト家族間のトラブルが複雑に絡んでいる場合もありますこれらは一つ一つ医療機関で治療を受けなければなりません こだわりが強いとか人の気持ちに立つことが苦手などの自閉スペクトラム症は薬物治療はなく生活技能訓練 SST や認知行動療法 CBT で学んでいくことで課題を乗り越える道があります一方注意散漫衝動的多動性などの注意欠陥多動症 ADHD はコンサータ ストラテラ・インチュニブといった薬物が効くと言われています精神科医の増田雄介医師は次のように説明しますコンサータは効果が12時間維持し速効性がありますが依存性があり注意が必要ですしかし集中力が高まり落ちたりするのでミスを防げるなどの効果がありますストラテラは 物薬に似た効果があり、ノルアドネラリン系の脳神経細胞が育っていくのでミスをしにくい脳に変わっていくものですコンサーターに比べてストラテラの効果が出るまで12ヶ月かかるなど時間がかかるので急いでいる場合はコンサーターから服用することがありますインチュニブは、 副交感神経系に影響を与えて衝動性を抑える薬です副作用として眠気があったりもともと血圧の薬だったこともありふらついたりすることもあります他にも子供用としてビバンセという薬もあります注意欠陥多動症は薬だけでなく生活技能訓練 認知行動療法で学びミスを防ぐ技術として身につけていくことも効果的です嫌な体験をしてその体験が記憶に残って認知の歪みを生じている場合は概念の拡大が必要ですあの時あの人はこういうことを考えていたのではという形で相手の気持ちや 他人がどう考えるかを学ぶことです。一つ一つその都度、体験したことを教えていく必要があります。また、人はこういう場面では、こんなふうに考えますよ、という総論を学ぶことも重要です。発達障害の人は、一見しっかりしているように見えて、常識に欠けていることがありますが、その背景には認知の歪みや、 興味の偏りもあることを理解しましょうこのように知識を身につけ自己理解を深め他者を理解ししなやかに考えることが重要です具体的には専門の医師の指導を受けながら取り組んでみてください皆さんからの質問をお待ちしています人生相談 Q&A でほぼ5分でお答えいたしますまたお会いしましょう